イモケンです。さあ本日のゲストをご紹介いたしましょう。江藤潤さんでございます。はい、こんにちは。はい、江藤潤でございます。一つよろしくお願い申し上げます。江藤さんは俳優でいいんですよね、ご紹介の仕方。俳優です、俳優です。俳優、はい、俳優やってもすいません、僕小さい時から見てるんで、もう何年やってあるんですか俳優は。デビュー何歳ですか。デビューね、20歳。20歳で、はい、ひょんなことからスカウトされて、20歳でビクターレコードからレコード出したのね。だからデビューは歌い手なんですか。うん、ひょんなことからって、じゃあ僕らもよく言われるんですけど、どれでひょんなことで何でスカウトされたんです、どこで。まあみんな知ってるかどうかわかんないですけど、はい、僕の兄貴が8つ離れてるんですけど、はい、日本一のエレキベースマンで、そうですよね、江藤勲という、はい、もう亡くなりましたけど、はいはいはい、それで勲がもういわゆるスタジオミュージシャンね、はい、ある時ビクターレコードの青山にあるんだけど、はい、青山ありましたね、スタジオで兄貴たちのレコーディングがあったのね、うん、ビクターのね1スタっていうロビーがね、ものすごい広いロビーなの、うんうん、そこで彼らが、リズム隊がレコーディングしてる時に、僕たちは今度譜面でこうでああでこうだなんて喋ってたら、遠くの方で外線が鳴ったの、電話が、はい、誰も取らなかったの、しょうがないなっていうことで江戸さんが取った、わざわざ向こうまで行って、うん、あいもしもしって言ったら、あ、1スタのサブに、うん、チャーリー石黒さんがいるから、チャーリー石黒さん、うん、ちょっと呼んでくれないか、あ、わかりました、お待ちくださいって、それで1スタのサブをポーンとドア開けてチャーリー石黒さんを呼びに行ったわけですね。そう、チャーリーさん電話ですよって言った時に、うん、チャーリー先生がポッと振り向かれて、うん、あ、ありがとうって、それがきっかけなの。いや、きっかけってのは変なんだけど、その時にね、ほんまにそんなあるんですか。その時にどうもチャーリー先生の脳裏にその時の僕の声と表情がどうしても気にかかったって、うん、はい、それで一月弱ぐらいしてからチャーリー先生の事務所のマネージャーが、まだ相変わらずどっか例えば定築で録音してます、コロンビアで録音してますとか、うん、やってるところにね、マネージャーが来て、うん、君あの時の江藤さんの坊やさんですよね、うん、そうです。でその時に坊やっていうのがドラムかベースか、はいはい、ギターか、うん、ピアノはもう運びないから、はい、この3人のうちの誰かだと思うっていうのがチャーリーさんのから言われて探してここに来た。そう、それでドラムもギターも当たったんだけど違ってたの、うん、最終的に僕の時に来た時に、あ、やっぱり江藤さんなんだっていうふうに、うん、それは江藤さんの弟ってもうそこで分かるわけですね。そうです、はいはいはい、そうです、そうです。それで実は高校でチャーリー先生がもうどうしても気にかかってしょうがないんで、一度事務所に会いに来てくれないかっていうことで会いに行ったんです。はい、うん、そしていろんなお話したら、そういうもう気にかかってしょうがないんでね、よかったらレコード出さないかって話。それでね、それが20歳で、20歳って、いやいや、江藤さんそのお兄さんがそういう音楽系やったから自分は何だろう思ってたんですよ。だから僕もやっぱり伊沢ギターやってたんでしょ。まあベースやってたんですか。だから伊沢の2番煎じでベースが一番身近だったから、はいはい、ベースをずっと勉強しててやってて、まあいつかはまあプレイヤーになろうかなっていう思いでやってたわけ。え、デビュー曲なんて曲なんですか。ね、母じゃないじゃないですか。デビュー曲なんて曲なんですか。いや、恥ずかしい、若すぎる恋というね。若すぎる恋は、若すぎる恋は、うん、ギターで弾いて歌えるんですか。歌えない。歌えないじゃなくて、歌わない。歌わないって。どんな歌詞なんですか。覚えてるでしょ、出だし。作詞誰なんですか。作詞はね、作詞も覚えてない。覚えてない、うん、じゃあ要はもうアイドルみたいな曲ですか。そう、いわゆるね、その当時、そのだから江藤さんのデビューした時の若すぎる、何でしたっけ、若すぎる恋、若すぎる恋でビクターから出たんですよね。そう、昭和47年7月、7月ですね。そのまあ言うたら同じ時にデビューした、じゃあ年度のやつ、あれは誰ですか。その時はだから五郎とか秀樹とかヒロミとか浅岡めぐみ、奈良藤子、小林麻美、はい、ショパン、そうだね、はい、ビダラ他にもいるんだけど、はい、僕の47年の7月新、彼らはみんな4月とか5月とかっていう、はい、若干何ヶ月か早い、はいはい、
僕は7月なんだよね。7月の全く同時期のやつっていうのはあの牧村美恵子なんだ。牧村美恵子また渋いな。え、うん、じゃあそれで江藤潤は青春アイドルスターとしてデビューしたわけですよね。そうそうそう。その曲は売れたんですか。全然だって覚えてないんだ僕が。いや、それ消したい顔なんですか。消したいいやいやいや、だってね、今調べてきて多分ね今ねないな、なんて曲でしたっけ。ね、あの悲すぎた声、いや狂った声今それ調べて、もしかしたらこう今 BG で流れてるかもしれない。もしかしたら絶対ないんですか。ないどっかで今の世の中やったら調べて江藤さんのデビュー曲がこう流してますから、もしかしたら流れてるかもしれません。じゃあちょっとね、何なんですか。ちょっと歌ってください。触りだけね。いや歌ってくださいよ。それは歌ってください。いや全部歌えない、全部忘れてください。デビュー曲歌ってください。微笑みを君に送ろう、この僕が一人の夜も寂しくないように、友達のいない僕らじゃないけれど、なんとかたるる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 、何かが起きるその日までは、窓辺の花を見るように君に夢を預けていたい。若すぎる恋に春の日が巡るまで。覚えてるじゃないですか何が覚え、全然覚えてるじゃないですか。生で聴けたそれ。いやいやいや、青春スターの曲って感じですわ。あ、そうです。僕らが小学校ぐらいの時ですもん。だからね、チャーリー石黒先生に、ね、はい、先生にスカウトする時、いや僕はあの歌っていうのは小学校の音楽か中学の音楽のそういう時間しか歌ったことないんですけれど、うん、って言ったら、うん、いい、森田健作君いるだろ、ああ、うん、どう彼って言ったら、はい、あまり言えないんだけど、うまい下手って言ったら、ね、まあ、さらば涙という、まあ、千葉県知事でございますよ。まあ、森田さんなりの、まあ、歌い方。だけど、世間の歌い手から比べたら、ガッツがあるっていうか、そういうあれじゃないよね。だから、路線的にはその路線でしょうね。だから、今、うん、だから、だから森田健作くんばりに、うん、そんな感じでいいんだよと、歌おうっていう、すごい歌手になろうとか、それあれじゃないんだから、思いはって、うん、なるほど、うん、それで、実はどういうことかって言ったら、その時に歌もやりながらドラマっていうのが流行ってたの。シンガーソングアクターっていう。森田健作さんもそうや。そうそうそう、そうや、うん、だからそういう路線で行きたいんで、僕の歌をその時、今テレビ朝日ですけど、その当時は NET、はい、特にね、ナショナルゴールデン劇場っていうシリーズのね番組があって、はいはい、例えば大根の花とか、はい、うん、じゃがいもの歌とかなんとかあったのね、うん、好きですね大根とか。根菜類がって NET 好きだったのか。そう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 、森重先生なんかやる、ああ森重さんがね、うん、そうそうそう、その時にたまたま僕の人参の歌、人参のポエムと書いて人参の歌ねまた根菜が出てきたというドラマが半年間あったんですよ、うん、はいはいはい。それは宇津健さんと杉浦直樹さんメインのお話なんだけど、はいはい、それで僕の歌を挿入歌に使ってくれたの、うん、で、そう、今の歌ですか。そうそうそう、いやいや、それをどういうことかって言ったら、宇津井さんと杉浦さんがもう昔からの学生時代のポン友で、うん、仕事は違うんだろうけどたまに会って飲もうよっていう時に、あるスナックがあんまり深海魚っていう、うん、そこの深海魚のスナックで必ず落ち合う時に、そこにバーテンがいるわけよね、はい、宇津さんが、はいはい、それが僕の役、はい、それで、まあ、いらっしゃいませって、あ、純ちゃんいつものって、はい分かりましたって、水割りセットを用意したり、うん、それで、はいどうぞどうぞって、で、あとはもうこの2人がこうやってカウンター越しにこうやっていろいろ喋ったりするわけじゃない、はい、その時に俺ここにいると邪魔なんで、うん、この後ろの方に大きな深海魚の水槽があったのね、はい、うん、大きな、うん、そこにヘリがあるんで、そこに座って、いつもそこに白いギターを立てかけてあって、そこに座って、
BGM 的に僕の今のあれをあれ歌ったわけです、ね、バラード的に、うん、こんなリズム刻まないよねねねねちょっと言う歌ってて構わないというそれでうまいこと言ってまあ歌もヒットして、番組も盛り上がったらいいわという昔のそうそうじゃあそれがデビューなんですかドラマとだから歌が一緒に全く一緒二十歳の時に一緒なのだって芝居なんかやったことなかったんでない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 だから初体験全部初体験だから大変だドキ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 でうんそれであとあの歌もね二十歳なんだけどあの一つごまかしてね19歳で出たのなんか微妙なごまかし微妙それ何なんですかその微妙なごまかしはやっぱり二十歳だと大人やけど19やったら子供みたいな感じなんですから、ね、だからまだ今歌ったような青春ね、はい、青春的なものがまだまだにじめてギリ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 ね、うん、曲は何曲出したんですか今の曲と、うんもう一つあの移籍して、うんもう一曲出たんですか、うん、もう一曲は何てタイトルなんですかもう一曲はね結婚通知の夢はい、まあ、それもう売れたんですかそれ売れない売れないそれはね、日テレ NTV のあの、うん、花は花嫁っていう ドラマがあったのドラマがはい、うん、それにまた挿入歌ですかそうそうそう結婚通知の何でしたっけ結婚通知の夢ね結婚通知の夢あなんかでもその当時ってそうですよねまあだって中村雅俊さんだってまあそうですよね悲しみに出会う旅は要はその青春ドラマでやってたんですもんね、うんうん、あの人を思い出すですよね、うん、だからでも雅俊だって最初はあの鼻歌でやってるわけだから、うん、それがやっぱりあの小倉圭さんとかいろんな、うん、大変な人に作ってもらって、うん、やっぱりいい詩もいいし曲もいいよけどやっぱりヒットするんだよねじゃあ結局2曲なんですね江藤潤としては2曲でもデビューは歌詞ででドラマじゃないですかでドラマ出だしたじゃないですかうん、うん、役者は楽しくなったんですかすぐあのね、その前にあの歌がそういう状態だったでしょはい歌いたくて歌ったわけじゃないから、うん、だから仕事はマネージャーが取ってきて、まあ、いろんなテレビの仕事、歌の仕事とか、はい、あのステージの仕事とか取ってくるんだけどやっぱりやってるうちにどん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 苦痛になってくるんだよね楽しくないんだ楽しまなきゃいけないんだけどやっぱり、はい自分はプレイヤーで行こうっていう思いがあったから、はいうん、歌うのもね、うん、だから苦痛だったんだけれどねデビューして3ヶ月目ぐらいだっただから浅草に今ビューホテルってなっちゃってるけれど、うん、昔は国際劇場、はいはい、そこで小柳ルミ子ちゃんが1週間のショーをやったわけ、はいうん、そこに僕参加させてもらうわけね、はいいわゆるあの時は私の城下町っていう状態で大ヒットしてたんでルミちゃんがで、まあ、前半はもしかしたら和服かなんか着てての、はいルミちゃんのショーを歌でやるわけだよね、はいうん、それで今度着替えで洋服になる時に時間が間が空くでしょ間が空く、はい、その時に、マックボンボンっていうお笑いさんと僕とバツナギで出させてもらったのね、うんうん、それで僕の場合は浅草の国際は上手からまあ上手から下手まで前にエプロンステージっていうねオケボックスね、はい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 、本当は本舞台でおしまいなんだけどその前にエプロンってこういう丸いのを使って、ね、そこの間にオーケストラが入ってねもうバンドさん昔の新宿コマみたいな感じでしょそう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 いうあれで上手から出てワン、イントロ始まってワンコーラス終わった時にちょうどセンターに来る、うん、センターに来た時に、何の何がし何のあれでよろしくお願い申し上げますということを、うん、コメントをお客さんに挨拶して、はい、2コーラス目を歌って下手に引っ込むという、それを1週間やったやってたはい、うんうん、その時に3日目ぐらいでね昼よりやってるから、はい、3日目ぐらいでこれが慣れちゃったんだよね、はい、歌は決まってるんだけどコメントがね、はい、慣れちゃった慣れちゃったそして間が空いちゃったんでよろしくお願いしますあまだ時間があるなってしょうがないんで体振りながら後ろを何がなく後ろ向いた時に、はい、後ろに本舞台の後ろに東京パンチョ、うん、チャーリー仕事東京パンチョです、はいはいはい、東京パンチョそのフルメンバーのバンドさんが、はい、僕のために生音を出してくれてるにもかかわらず、うん、ふっと振り向いた時に、うん、バンドの後ろはもう堀で
ピンクとかブルーとか、はいはい、オレンジとか赤照明でどん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 上がってってうわー綺麗だなと思いつつ、うん、その前のフルバンドがシルエットだった。はいはい。それでふと気づいた時に僕はいい、衣装を着てピンスポ浴びて、うん、俺が目立ってるで、うん、お客さんの引きから見たら自分が綺麗ピンスポ浴びて目立っててその前にバンドさんの黒いのがあって後ろがもう彫りがボン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 綺麗な状態、はい、それは美術的にはいいんだけれど、はい、彼らが俺のために一生懸命音を出してくれるにもかかわらずなんで俺が目立ってんのなんで彼らは目立たないのっていうのは僕は小学校からずっと音楽やってたそれでアンサンブルでずっと来てるのもうそんなんいいんですよそんな自分がメインで歌ってるんですからいやもうそれで嫌になったんですかもう律儀なんでねアンサンブルってのは好きなのみんなで共同作業ということは芝居やるのはいいじゃない一つのそうだから、うん、いやだからその時にあ俺は歌は合わないその時に思ったんだ思ったのデビューして3ヶ月ぐらいの時に、はい、ドラマもデビューしたでしょ、はい、そしたらドラマは役者さんがいて、ねみんなで作ったそれで裏方の撮影とか録音、はいはいはいね、照明から全部いて美術大道具小道具もいて、みんなの力で一つの、人参の歌だったら人参の歌っていうドラマをみんなで作り上げる、うん、あ役者だったらできる、うんって思ったんです、ね、そうそうそうそれで役者ほんで一番のだってデビューの映画は何でしたっけ23歳ぐらいの時に、うん、ATG っていう、はい、アートシアターギルドという会社の、はい祭りの準備という、はい、アンダーグラウンドのね、はい、映画それに抜擢された主演でしょそうそれでまあ注目浴びたんだよね、はいうん、原田もう亡くなりました原田芳雄はい竹下恵子ちゃん竹下恵子さん、うん、恵子ちゃんが初めて脱ぐんだとかねあ、うんうん、清純派がちょっと汚れに挑戦したとかっていうそういうあれがあってあ、うん、それは僕は抜擢されて出させてもらってね、ねそれがやっぱり僕の中でエポック大きかった、うん、その後もうすぐテレビでしょもう青春、うん、青春の門もう青春の門ややっぱり代表作、うん、やっぱり祭りの準備のその役が、うん翌年の春の青春の門の新助っていうね、うん、役にどうしても結びつくもうプロデューサーディレクターがぜひ江藤さんがいいっていうことでね、うん、そういうなんかだから、うん、そういう意味で言うと江藤潤っていう人は、まあ、青春の門とかいろいろ代表作なんですけどあと青春門っていうと何出張りました青春門っていうかまあ江藤さんの言うテレビドラマずっと出てたのが、うんまあ、いろいろだからそういう意味ではまあ歌でデビューして、はい、それで「人参の歌」とかさ、はい、デビューが先やって、はい、それから1年後に松竹で「怒れ男だ」っていうね森田健作と「怒れ男だ」森田健作みたいに歌えと言われた森田健作さんと共演したんですか したえ俺は男だじゃなくて怒れ男だ、うん、俺は男だの翌年にあの時はね松竹と東宝がね日曜日の日本テレビで8時台に、はい、半年2クール2クールで、ね、交互にやってたの、はいうん、それで俺は男だで検索が出るでしょ、はいはいはい、吉川くん吉川くん吉川くん、うん、はいはいはいそれで松竹がそれ終わったら次は東宝は何飛び出せか分かんないけれど、うん、いわゆる飛び出せ青春とかなんかこういうふうにやってたんだ、うん、飛び出せ青春あそういうことだあったでしょはいそういうのをやってで飛び出せが例えば半年終わったら、うん、今度はまた松竹に、半年間の枠、うん、その時に怒れ男だっていう怒れ男だまたいいですね俺は男だがこう怒れ男だって、うん、だどうするであんま覚えて僕俺は男だ見てましたけど、うん、怒れ男だ印象ないですね怒ってるんですか森田健作さんが、だから剣道はしてたんですか剣道はしてないの何してたんですか怒れ男だわ全部ね不良生徒もう落ちこぼれの生徒じゃあそこの落ちこぼれの生徒江藤潤ですよねまあまあそれぞれいやだから、メインは森田健作健ちゃんね森田健作、うん、あと石橋翔ちゃん石橋翔二さんこれが大メイン石橋翔二さん分かるわ不良をようやってあった、うん、やってあった、うん、それの取り巻きが私であったり、うんこの間亡くなりましたけど森川翔太さん、うん、赤塚誠赤塚さん、うん、はいはいはい千葉博士小田金之助っていうこういう あとね四郎の岸辺四郎もいたは、うん、いわゆる熟成森田健作があんなね「よしかくん!」って言ってたのが
いきなり次の回で不良やってたんですか。まあだからまあ不良っていうかそういうね、悪いやつ、悪っていうか落ちこぼれの生徒を全国から集まって、うん、だからそういう落ちこぼれの青年たち少年たちが一つのものに向かって、頑張っていくっていう 塾の先生がいて、うん、僕たちは塾生であるという、それで怒れ男だ、うんうん、それでまあいろんな、それが青春ものの、2発目ぐらいかな、そしたら。